てか38巻までっていう時点でかなり俺の中では、あ、なんだ、あ、あ、そうかそうかそうか、手を打つか、矢を一本打っとくか。ナイスだ。あいつ何者だ。あ、入れての毒はマグマンゴレムに18ポイントダメージ。あ、そうなん、敵のダメージ当たるんだ、これ。知らなかったが、ていうか、ちょっとまた。よし、いいぞ。強っ。あいつ何者、パコロプキンか。ちょっと待って、ちょっと待って。ていうか、水かけりゃよかったんだな、さっきな。あいつ、パコロプキンだろ。どうする、どうするか。なんかギター投げるか。ちょっともったいない気がするが。待て待て。これ175ダメージか。じゃあドラゴンソーの方がいいのか。ドラゴンソー、ドラゴンソーどこ？ちょっとドラゴンソー使っていこう。来い。またか。何、矢がないか。よし、いや、来い。強い。くそー。うわ、なんだ。水枯れはいらない。てか、水枯れじゃなくて、水が欲しいんだよな。いてての毒って敵にダメージ当たるっすね。知らなかったわ。あ、場所替えだ、やった。あ、ちょっと待ってください。はーい。はい、ごめんなさい。なんかね、15分ぐらい、録画してなかったです。すいません。次の回に降りてっていう感じなんですけど、で、前の回で38回で、運よく薬草拾ったんですよ。で、回復の剣が作れるんですけど、マゼモンが出るのが40回までなので、もう猶予がないですね。で、今この下にいる、行商人から、こいつたまにはいいことしてくれるんだなと思いました。お払いの巻物買いました、こいつから。なので、これ確認していきます。まずこれ、10K から。あ、呪われてなかったですね。これパコルプキンのはず。あ、よし。あ、しまった、アイテムなんか、アイテム奪われた。なんだっけ、あれ。確認しよう。あ、くねくね置くか。まあいいだろ。これね。これがパコレプキンだと。で、こいつ外しとこう。ってことは、これが投資のはずなんですよね。記憶に間違いがなければ。ナイスだー。てか、敵がいるぞ。どうすんだ、あれ。とりあえずこれ外しておかなくちゃな。うわーっと、どうするあいつ。どうする。クォーターとかあるけどね。よし。で、投資つけて回復しておきますが、来るなよ。あ、来るな。なんか来るぞ。あ、間違った、間違った。こうやって使うわけね。で、投資をつけると。回復。こうだ。角から攻撃できるって素晴らしい。あれ、いない。アイテム拾われちゃうんだよな、こいつにな。あ、こいつだったのか。あ、なんかいる。あ、とか、透明か。あ、そっか。じゃあやるぞ。あ、
そっか、透明だったんだね。あいつをやってしまいたいが、まず HP を少し回復して、ここにやればかなり有効に戦えるってわけね。じゃあちょっとアイテムを拾いに行ってきます。だけどこれ外すの大変ですよね、本当に。ああ、また切れた。なんか接触がすごく悪いな。もう、すいませんね。なんかこの本体ダメかもしんない。これね、1200円ぐらいでね、買ったんですよ。一式ってわけじゃないんだけど。これひどいな、これ。巨大なおにぎり食べよう。よし、じゃあ行く。この角を斜め移動できるっていうのが素晴らしいんだが、ちょっとこれは結構深いところまで行けそうではありますね。900ギタン、これはちょっと助かるね、本当に。どうするか。ちょっとあいつに先を越されたくないよね。あ、もう先越されてんじゃん、しょうがないな。どうするか。まず、また。外しておかなくちゃな。これ一個ずつしか外せないのかな。みたいだな。どうする？なんか来るな。待て、外しておこう。そうか、2体いるんだな。あ、やった。いいぞ。こいつやってしまわないと。よーし、いいぞ。これ便利ですね。えらいこれ便利だわ。こうにやればいいんだな。これは強いわ。ナイスだ。強。これ強。これはちょっと頑張っていけるわ。よし。行くか。なんか来るな。なんか来るか。あ、あいつか。よし、来い。よし、いいぞ。これは、ちょっと進んでいけそう。そうですね。ちょっとマゼモンとか探したいんだけど、ちょっとこの回嫌だか。じゃあ次の回で頑張ります。40回でね、何がいるかわからないけど。よし、じゃあ行くぞ。まずはこれ外してこないとな。はい、40回。ここで頑張ります。ふぅー。さて、やってくか。じゃあ、左からやっていこう。あ、てか、罠確認しなくちゃな。あいつか。いいぞー。木の矢。木の矢か。とりあえず置いておくか。あ、くそ。敵がいっぱい来るな。なんだこのグーっての。なんかいんのか。来い。あー、パコロプキンがいる。ちょっとどうする。よし、じゃあ外す。外して倒すぞ。あー、くそー、53ってすごい強いな。一撃でやれるか。吹き飛ばすか。あー、くそ、多いぞ。まずった。
どうする？2体いるな。どうにやるか。とりあえずじゃあこいつはクォーターだな。クォーター便利。グーッテイ！よし、いいぞ。こいつはどうだ？倒せるか？こんな強くないはず。よし。で、左からなんか来るわけだな。で、こいつは矢を使っていこう。こいつも矢だ。投資を外す。くそ。またこういうことになっちまったか。どうするか。どうにあるか。ギターン外れたら、まずいよな。じゃあ、杖でなんとかするか。これだ。よし。ふぅ。またなんか来るな。なんとかするぞ。あいつをなんとかする。じゃあ、パコルプキーでなんとかする。あ、まずい。10ポイントダメージ受けんのか。くそ。ダメージ10ポイントか。なるほど。あいつはどうする？どうにやるか。正規置きたくないよな。どうにやるか。不幸。不幸でもあんまり見ないか。とりあえずじゃあある程度。卵もっとこっち来てくれれば。よし。じゃあこれちょっと回復しよう。あ、なんか来るぞ。右からなんか来る。くそ。あ、まずった。どうにやる？あいつをまとめてやってしまいたいぞ。できることなら。よし、じゃあここでズワズワか？よし、じゃあズワズワを読む。まずこうだな。10ターンだよね。これ3回目と。はい、4。よし。敵がいなくなったな。倒しちゃうか。405ギター。ちょっと拾っちゃおう。一ターンに10ポイントダメージ受けんだな。パコロピキンってのは。矢を、矢がありますね、あそこに確かね。あ、睡眠ガスか。あー、くそ、ここは危険だ。さっきのグーってのはこの男か。では、昨日やって思ってたのかな、俺。持ってなさそうだが、持ってきます。あ、あそこ進まなきゃいけないか。そうか。では、仕方ないから。ダメージ受けんのやだな。右からなんか、来ないな。よかった、よかった、来ない、来ない。帽子があると、ヒビが入ったしまった、何やってんだ俺は。くそ。見えてたのにな。あいつ倒したいが、透明の杖降ってくる気か。
罠見えてんのに踏むって最悪ですね。パコロプキン壊したくないな。よし、いいぞ。こいつは便利だ。素早さそう。カッパがいるな。どうする？なんか待ち受けてますね。じゃあこいつを置いて。あ！くそ！なんだっけ、爆弾じゃなくて、大砲の弾か。チキショー。やってくれるな。どんどんひび入っちゃうぜ。あ！あれクォーターだよね。あ、まずい。待て、保存に1個開いて穴があるから大丈夫か。あれなんだっけ、忘れた。なんだか忘れた。あ、素早さそうか。あれだったらいいや。ちょっと HP を回復してと。あー、パクロプキン壊したくないわ。せっかくいいものだのに。あいつは何者だ。あ、こいつか。来い。見たいのか。来い。よし。ふぅ。じゃあ行くか。もう何もないもんな。あ、てかあれか。合成をしなくちゃいけないよな。ちょっとここで粘ってだ。粘ってから次来たよな。出ないっすね。便利これ。すげえ便利。あ、パコロプキンか。パコロプキンは、ちょっと良くないぞ。塩乾弁。あ、また拾われちゃうか。じゃあちょっと右を確認しよう。敵の位置が分かるっていうのは助かるんだが。あ！あいつアークドラゴンだろ。だよな。あいつアークドラゴンだよな。よし、じゃあ、使うぞ。どこ行った？どこ行った？寝返し、寝返し。あれ、どこ、あ、あったあった。これね。ふぅ、肩の荷が降りた。肩の荷が降りたぞ。よし。よーし、よかったー。こいつ壊しとくか。うわ、くそ。来ないね。来ないぞ。じゃあちょっと右行ってみる、見ますかね。来ない。くそー。この回で合成できないと良くないんだがな。なかなか来ないな。あ、あいつは魔法を跳ね返すんだよな。だけど別に跳ね返してほしいものはないぞ。なんか、なんだっけ、力の草入れとけばよかったですね。まあそうすれば跳ね返してもらえたのにな。な、パコルプキンか。来ない。来ないぞ。ああ、風が吹いてきた。仕方ない。次行くか。残念ですね。回復の剣は非常に残念だった。くそー。
じゃあ、あいつだけ確認してから。チキショー、来ないな。さすがにそこまでは。そこまで運良くないか？では、じゃあ次の回行って、今回動画切りますかね。HP を回復して、あいつで確認するか。いいか。動いてないけどな。行っちゃうか。あ、回転板怖い。ちょっとじゃあ、あいつだけ気になるんで。ああ、毒や。よし、じゃあ行っちゃう。違いました。あ、まずいかもしれない。下から行こう。そう。ああ、非常に残念だ。あ、敵が一体いる。あいつか。ちょっと倒していくのまずいか。無理か。Bターンを使うか。HP 回復してから来たやつもんね。そう、なかなか、あーっと、何やってんだ、俺は。あー、両方とも響いちゃった。あー、しかも HP がやばい。ちょっと待って、ちょっと待った。やばいぞ、これ。踏まなくていいもの、なんで踏む？くそ。ちょっと HP を回復してから行きます。くそー。こんなところか？じゃあ次行きます。あ、腕を外しとくんだった。あー、敵がなんかすんげえ密集してますね。ふぅー。ちょっとまあ、運は結構良くなってきたんですけど、ちょっとプレイが雑だよなーっていう感じですね。はい。というわけで次回も頑張ってまいります。ご視聴ありがとうございました。